ありがとうございます。では高橋さんのことを詳しく知りたいという方はミートボールズで検索していただければというところですかね。かしこまりました。本日はありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。はい、はい、ではですね、はい、では最後に最後の鳥となっておりますね。ご準備大丈夫そうですか。はい、はい、はい、ではですね、エントリーナンバー4番、山脇香織さんで優勢評価ブラックロックです。2着続けてお願いいたします。はい、お願いします。山脇香織と言います。前の方は結構カバーとかも多かったんですが、私はどちらも自分で書いた曲を持ってきました。私冬があんま好きじゃなくて夏が好きなんですけど、夏の歌を1曲聴いてください。流れ星に氷菓子と書いて流星評価という曲です。ここにいても変わらないことぐらい、ひどい話なんだ、君はいい顔しない話なんだ、だからせめて朝じゃなく行き着く先なら同じはず、だったらなるべく違うものたくさん見ていこう、途中寂しくなったことも話の種にして、それで最後には見せ合おうよ、話が尽きないように、もう行くよ終着点で必ずまた会おぎた、完璧の空、そこに僕らの最後の夏を見たんだ、ああ僕にとって何よりも残酷だったのは、君がいなければ歩けない道などなかったこと、一度会って座って話し込もう、星屑でできたかき氷、あの日と同じか確かめよう。
少しだけちょっとだけさよなら私なんだ、実は CD を出していまして、あの後ろの島村レコーズに置いていただいてます。あのそこのありがとうございます、高橋さんがそう呼びさせてくれてる、あのティアドロップっていうタイトル の, あの CD がありまして、あの今日やる曲は全然入ってないんですけど、あのちょっと商売手があれなんですけど、まあ、あのそこでちょっと視聴もできるんで、あのよかったら聴いて、あ、ええやんってなったらちょっと買って帰っていただければなと思います。1枚1000円でございます。知り合いに頼んでバンドで撮ってもらってるので、バンドサウンドで入っております。よかったら、まあ、ちょっと聴いて、まあまあ悪ないやんと思ったらちょっと買って帰ってください。次の曲ですけど、あのフラグロックという曲なんですけど、まあ、なんかちょっとこう、なんかちょっと変わってるよねみたい な, なんかちょっと人と違うことを言ったりして、なんかそしたら変わってるねみたいな感じで言われて、なんかちょっと何そんな変わり者扱いみたいな、なんか誰が気違いやねみたいな、なんか気違いとか店内で言って大丈夫ですか、あんまり良くない、大丈夫、マイク通さん方大丈夫ですか、なんかあんまり、ね、誰が気違い扱いすんなやみたいな、私はもう私のやりたいようにやるんやというそういう意思を示すっていうのを、フラッグを立てるっていう言葉がすごくこうしっくりきたので、そういう曲です。フラッグロック。タイムリミットは始めた時からどうに過ぎてるよ今さら、綺麗事だけじゃ済まされない配送の歴史はここで塗り替えろ、常識なんて言葉に変えて誠しやかにぶつけてくるんだ、正解なんて本当は誰も知らないくせによく言うよ、あなたの物差しで私を測らないでよ、私が私の歌を歌ってる4分間だけは世界で一番私が正しいから、どいつもこいつもなんなんか黙ってみてろうるさいな、私は媚びたくないし誰の言いなりにもならない、どっかの誰かが勝手に決めた時間の長さで幕切れ、自分の中で勝手に決めた限界値それで満足か、模範解答右に習えで決まりだからの一点張り、そんな状況に疑問も持たず違った色に指をさす、そんなあんたらの方がよっぽど狂ってるでしょう、泣きながら情けなくても守り抜いたフラッグは後に多くの人が集うことになる、はただ守り抜いたフラッグをなるべく高く掲げ上げろ、いつか迷った時に目印になってくれるから、私の人生は間違いだらけかもしれないけど、やるだけやったと言えるようにしときたいから、使い古したフラッグがボロボロにくたびれてしまっても最後は悪くなかったって言えるようにしときたいから、ありがとうございました。山木かおりでした。お疲れ様でした。こちらへどうぞ。あ、シールドだけ抜いても大丈夫です。
お疲れ様でございました。力強い歌声ですごいなんか元気をもらえた気持ちになれました。ありがとうございました。ね。